松本光一は日本の実業家。株式会社天ガの代表取締役社長。静岡県八重洲市出身。1967年生まれ。静岡県八重洲市出身。スーパーカーブームにより、幼少期の頃から車に興味を持っていた。改造者がたくさん登場する映画、マッドマックスの影響を受け、中学生の頃から車関係の仕事を希望する。 中学卒業後は就職希望で在学中に様々な車工場を見て回ったが当時はエンジンがキャブレターからインジェクションを使用したコンピューター制御への移行時期だったのに対し現場の人はコンピューターについてよくわからないと話していたことからコンピューターについて学ぶ必要性を感じ静岡県立静岡工業高等学校電子科に進学その後 自動車整備士を志し、三菱自動車整備専門学校へ入学。在学中、早く技術を覚えたい一心で、三菱のトラック整備工場に、無給でいいからやらせてくださいと頼み込んで、専門学校時代は、夏休みの1ヶ月間働き、自動車整備の技術を身につけた。三菱自動車整備専門学校卒業後は、三菱自動車の内定を辞退し、 フェラーリやランボルギーニを扱うチューニングカーのディーラーに就職し、スーパーカーやクラシックカーの整備に携わる。しかし、バブル崩壊の影響もあって会社が傾き、クラシックカー専門の整備会社に転職。クラシックカーをバラバラに分解して、お客さんと相談しながら仕上げていき、お客さんに喜んでもらえるところから、お客さんに物を作って提供する面白さを知る。それが、 現在のものづくりへの思いにつながっている。と当人は話す。ただ、転職先の会社も別の事業で失敗し、半年ぐらい、給料の未払いが続き、完全に生活ができなくなる。その後、地元の静岡県に戻り、中古車販売会社に、勤め34歳の時にものづくりに専念するために、脱サラ。自動車整備の経験から、 他の販売員より車に詳しかったので、営業成績は入社した月から辞めるまでの3年間、ずっとトップ。金銭的に苦しかった状況だったが、その会社は不愛性だったことから、かなり稼ぐことができ、借金を完済、貯金もできた。しかし、生活の安定と反比例するように、ものづくりをしたい、新しいものを生み出したいという欲求が、日々強くなっていく。 そういった思いを抱えながら、暇さえあれば、家電量販店や、ホームセンター、カー用品店など、ありとあらゆるお店を回り、これは、どういう人たちに何を提供したくて作ったのかと考えながら見ていた。日本の製品は高性能な上にデザインも良く、保証もしっかりしており、改めてそのクオリティの高さに感心する。半年ぐらいそういう生活を続け、 久しぶりにアダルトショップの中に入った瞬間、ものすごい違和感を抱く。それまで見てきた、いわゆる一般製品は、ブランドが明確化されていて、スペックもわかりやすく紹介されていた。しかし、アダルトグッズは、ブランド、価格、問い合わせ先、ホームページアドレス、バーコードすら書いていない。消費者のための情報が整理されていなかった。最大の違和感は、 G は卑猥でわいせつなことだから、よりわいせつな気持ちになって使ってください。というメッセージを発していたこと。そもそも、性欲は根源的な欲求なのに、それを解消するためのアダルトグッズがわいせつで特殊な物扱いになっている。この状況は間違っていると感じる。世の中に一般プロダクトとしてのアダルトグッズがないのなら、自分で作ろうという結論を出した。 アダルトショップに入ってからほんの15分ぐらいの出来事。それから3年間のアダルトグッズ制作期間を経て2005年3月に有限会社展覇を設立。周囲の反対を押し切って会社を辞め1000万円の貯金を元手に退社した翌日から朝6時に起きて深夜2時まで自主制作する日々が続く。アダルトグッズに関しては素人なので とにかく世に出ている製品を片っ端から買って調べていく。それぞれ二つずつ買い、一つは分解して、もう一つで試してみる。そして分解したものを見本に分析していった。そうすると製品の悪いところが分かってくるので、それらはすべて改善していった。仕事をしていない、イコール社会に貢献できていない、イコール遊ぶ資格はないと思い、盆も正月もなく、 制作に没頭。周囲からは、できるわけがないから、早くやめた方がいいと言われる。実際、1年半ぐらい経って、何の成果も出ず、まだ貯金が残っているから、今なら社会復帰できるのではないかという考えが、頭をよぎる。しかし、ここでやめると、アダルトグッズを作ろうとして失敗した人になるのは、嫌だったし、何より、アダルトグッズ市場の現状が変わらない。 追い詰められた末に、どんなことがあっても成功するまでやればいいと覚悟を決め、2005年7月7日に、天賀カップシリーズ5種が発売。出展、2016年11月7日付、インタビュー記事、天賀を生んだ男、松本光一が、その開発に至るまでによると、同志の略歴は次の通り、自動車整備の専門学校を卒業後、 約12年間クラシックカーの整備の仕事をする。しかし、勤めていた会社はあまり利益が出ておらず、毎月の給料という形ではもらえず、本当に困った時だけ、お小遣いのように少しだけお金をもらうという生活をしていた。家賃が払えなくなって、車の中で寝泊まりしたり、車の部品工場で寝泊まりしたりしていたこともあったという。お客さんの喜ぶ顔と、 いつかは報われるだろうという思いで仕事に打ち込むも、ある日偶然、あいつ真面目だから、お金与えなくても仕事するんだよねっていう会話をしていたことを知ってしまい、その会話をきっかけに会社を退職。その後、中古車セールスの仕事に転職。車の整備士時代の知識と経験を活かし、入社してから退社するまでずっとトップセールスマンとして活躍。しかし、借金を返済し、 トップセールスマンとして生活が豊かになっていくにつれて、ものづくりをしたいという気持ちが次第に大きくなっていった。何を世の中に生み出したらいいのかと考え、毎日ホームセンターやら雑貨店など、いろんな店を覗いて研究している中、ある日入ったアダルトショップのアダルトグッズコーナーで違和感を感じる。棚に並んでいる商品が、マスターベーションは、卑猥な、 行為なので、よりわいな気持ちで使ってくださいというメッセージを発していたと感じる。人の根本的な欲求なのに、特殊で卑猥なものとして表現されているのに、違和感を覚え、これは明らかに間違っていると思い、まだ世の中にはない、一般の製品としてのアダルトグッズを作ろうと、決意した。また、2017年8月26日付、アベマタイムズによると、 アベマ TV、創業馬鹿一代の番組の中で同志の反省を語っているが、1日で48種類の試作品を試したエピソードとして、だんだん年を取ってきますと、持続力が、バイアグラのようなものを飲んで、これは大変ですよ。朝までかかりましたと述べている。ビジネスジャーナル2015年5月16日、天が、革命的やダルと人気はいかに誕生 地の滲むような開発、世界中で大ヒット、天河を生んだ男、松本幸一が、その開発に至るまで、小さな組織の未来学、朝6時から深夜2時まで毎日研究。男性の姫ごとに果敢に挑んだ天が創業者の反省。ありがとうございます。